お疲れちゃんです。ラットです、今日はですねこちらの見ていただければわかるんですけど、あのサーバーからね方のマルチをやっていこうと思うんですけど、ね今シーズン7630まで来てたのは来てたんですけど、まあこんな感じでね今500ちょっと来ちゃってるっていうやばいやつですね。なんでまあねこっからまあ8000もあと2日ぐらいしかないんですけど、もう気合であと900上げるしかないんでね、ちょっとあの沼を取り返すマルチをやっていきたいなと思います。というわけで、なんか迫撃ローフをずっと使ってたんですけど、迫撃ローフで全然勝てなくなったんですけど、その理由としてはあのバルキリーマスケの迫撃がめっちゃ増えた。もうバルキリーマスケ迫撃しかいないぐらい増えて、であとはなんかラバもめちゃくちゃいたんですよ。なんかラバルガゴガゴみたいなのがもう2回に1回ぐらい、はいラバ、はいラバ、ラバルなんかラバ掘りみたいな感じで、僕あの迫撃ローフ結構ラバがねきついデッキなんですよね。対空がウトロアーチャーの生き玉があるんですけど、その光栄を溶かせないっていうのはねあって、結構そのラバに苦しみ、マスケットプラスのバルキリーにも苦しみっていうので、あのもう本当に迫撃ローフの環境じゃなくなったんですね、急に。なんで今ねいろんなデッキを使ってるんですけど、それも上がらないっていう感じですね。あのサバークなんで結構ユニフェがね揃ってないっていうのもまああるのはあるんですけど、それはあんま言い訳にしたくないんで、このねで使えるデッキで上に行きたいんですけど、もう全然無理ですね。ひどいぐらい勝てないですね。ひどいぐらい。よいしょ。相手のデッキが、なんだこれ。あ、ミニペオクですね。プリンセスミニペの僕。というわけで、まあ、ミニペックが結構厄介ですね、僕からしたらこれ。これちょっとトレーニングの位置が甘かったかもしれない。よいしょ。まあまあ、ホグに対してはトレーニングしっかり防止して、プリンセスはタルババカマメガゴカで処理していきので、ロイジェイは一発は絶対っていうぐらいほぼ入るので、一発ずつ確実に与えて、最後の方はトルネでねリベッカ剥がしたりして決めて1回がいきたいですね。なるほどね、そういう系ですね。前にもロケット打ったんで後ろからロイジェイ展開していきたいと思います。ちょっとね寝起きっていうのがあって、声がめっちゃガラガラ、なんかいつもその綺麗な声ではないんですけど、今日このソフ終わって夜マルチしてたらマルチ中に寝落ちしてて、もう今結構起きたばっかでね、これから午後4時があって出かけないといけないんで今動画撮ってるんですけど、そうですね、もう声がガラガラっていう事件ですね。事件でここはトレネでワンチャンミニペックを剥がしたいんですけど、本当はこっちにね剥がしたいんですけど、そうするとなんか他のユニットで処理できたり止めやすいんで、なんですけど相手のミニペックの出す位置がちょっといやらしい。ああそれうまい。これでもホグさえ入らなければ左のダメージでちょっと許容できるんで、これは結構いいですね。アイスエースとメガが残ってるんで、これトレネで剥がしたいですね。よいしょ。これでちょっとでも稼いでいくと、まあそれはそれでいいんですけど、問題この次ですね。この次しっかり防衛できるかっていうのにかかってきますね。ここでしっかりアイスピー使って、OK。いい、完封。トレネなしで完封できたのはすごい、でかいですね。コンプリン。いやー、これ延命されるかな、これ。うまいと延命される。うっ。ですよねー。まあまあまあ。適当にアイスピー流して、逆サイも今度相手に狙われますね。次から。まあ、プリン処理できてるのは美味しいですね。でアイスシーズン残ってるんで、まあ、これにつけてあげて、一発、いや一発欲しい。 OK、 この気合の一発あるだけででかいですね。ここはしっかりトルネで吸って、 OK、 いいですね。プリンに対してはタルババ、ミニペッカに対しては、スケルトンって感じで、まあ、アイスシーズンで両サイしっかりやっていくと、おい、この遅延でかい。これ2発入る。
物？オッケー。沼体水出しを繰り返すだけで勝てそうですね。いやー、本当にマジで500はえぐいですよ。500はもうこっち悩ますからね。でここもあと5削りでいいかな。あと5、2周ですね。でここは相手がちょっとおしゃれな変な保護をしてきたので、トルネードを使わずに、やばい、これ結構やばい。ホグ来ますかね。コウモリをしっかり処理して、オッケー。全然ロケットなんで、ロケ圏内にだけは入らないように、もう最後ロイチャイ出したいですね。でも背後2周なんで最悪出さなくてもいいけど、ここはしっかり防衛ですね。一回防衛のターンで、ミニペッカがちょっと危ないですね。よいしょ。で、このアイスシリーズでも覚えてきましたね。はい、というわけで、これはね、勝ちましたね。さすがに。この早場2周はすぐ回ると思います。これも、ちょっとトルネ早めにやって、トルネードでコウモリ処理して。よいしょ。OK? さすがに大丈夫。OK! よし。よし、マジで今、えぐい連敗してたんですよ、もう。なんか、3回負けて1勝して、3回負けて1勝してっていう、このね、謎の良くないリズムがあったんですけど。いや、ここを練習したいですね、なんで。いやー、マジで、ラットワカは今7700で待機してるんですけど、なんで、まあ、バルキリー、迫撃、マスケホグ、で、まあ、そのままあと300気合いであげようとは思うんですけど、こっちのアカウント上げたいんですけどね、海外のやつがもう一人で8000、13か12とか言ってて、いや、やばいなってなりましたね、マジ。一人で13の一人で8000、2つはやばい。もう言ってたんで、しかもそれ。これもうこの早めにやって、このアイスイズをこう残したい。アイスイズが残るだけで、全然変わりますね。これ相手はこのディガーを結構無理やりね、ガゴ群れからのディガーって結構無理してるんで、ガゴも割いたんで、あと、ギャング仮想スケアミしかないです、ね。無理してるんで、そうですね、ガゴ群れプラスディガーで一気に8個使って、僕は5だけで抑えてたんで、それを。その瞬間に端前ロイして、まあ、ディガー分のサードをすごい取れてますね。で、今攻めて1個って、よし。よしよし、このラファがめっちゃいるんですよ、これ。マジでえぐいぐらいいる。ラファ使いの方、ぜひこれ使ってみてください。本当になんか、ラバルガゴガゴディガーみたいな。ちょっとなんか、癖がすごいですけど、上にはめっちゃいますね。おー。なるほどね。僕が甘えましたね、ユニットの出す位置。これちょっと急いで回して、やっぱアイスイーズのスローがかかってない。これでも耐えれますね。OK。メガゴ頑張って。あとはメガゴ次第。OK。これ耐えたのはすごいでかいですね。今の落とされてるとすごい痛いですね。アイスイーズのメガゴしっかり離して出せば、なんとかなりそうですね。これは、これもまた防衛大変なんですけど、回転でゴリゴリいきます。で、これガゴ群れ、そうですね、なんか来るの、あれも5っちゃいます。これメガゴをできるだけ働かしたい。うい。オッケー。そうですね、今の、僕があれを使ったんで、なんかメガゴか、5かなんかを使ったから、それは来ますねっていう。オッケー。で、これもめっちゃ回転早いんで、気合で、よいしょーオッケー。このままアイスイズゲーミングして、あと19秒なんで守りたいですね、これ。さすがに守れると思います、ね、無限アイスイズ。なんか、このロイジャイでディガーがある方とない方が、よく、まあ見かける方がいるかもしれないんですけど、僕結構ディガーアリを使ってたんですけど、ディガーアリだと、マジ大型にマジで勝てないんですよね、なんか。大型を防衛できない。回転がすごい、ディガー分ちょっと遅くなるんで、ディガーがアイスピとか好きなんで、回転がちょっと遅くなるんですよね。ここがアイスピかな、アイスピが好きどっちかがディガーとかなんで、そうなるとその防衛で付き合いすぎちゃって回せなくて、ディガーを防衛で使わないといけないか、攻めないといけなくて、ゴレに100ぐらい勝てなかったんで、僕は
こちらのねスキアSP型を使っている方が結構使いやすいかなと思いますね。はい、ぜひ、まあなんかディガーのレベルが高い人とかはディガーありの方がね結構レベル結構大事なんでね、マルチだったらぜひおすすめかなと思います。というわけで、いや勝ちたい、これマジで沼を脱出できそう。今本当にやだ、めちゃくちゃ落ちてる。あのいつも天国とクボタにトラフィックがね早くドラ上げてくんねーっていつも僕よく言うんですけどいつも言うんですけど今言えないっすね、やばい、バカにされる。まあでも一応本枠ねちょっと高いんで、まあまあまあって感じなんですけど、目標は2枠なんでしっかり2枠やりたいっすね。読みウッドとか来たらちょっとやばい。タルデエレキしっかり処理しつつ OK、 これいい防衛ですね。ありがとうとは、やばい声がガラガラ、治らないかもしれない。大体ジャイですね、多分ジャイプリエレキメガゴのファイブザップ、ファイブザップリガーだけで、ここは攻めますね。今エレキとブリンス出してるんで、これメガゴしか出せない。ああダックプリ出したか。でまあ遅れてメガゴかな。こうアイスピがいい感じに、ああこれ5打ちたいけど、いや打たなくていいな。メガゴでチャッチ処理して、なるほどね、この辺で5打ってメガゴが開けない。いやでもいい樽、危ない。このアイスピもなくてもよかったかもしれない。いい防衛をやりましたね。もう一回受けからいきます。相手やっぱ相手ファイボだったんで、アイスエイズの処理がちょっと辛いですね。ポイズンだったらポイズンだけで処理できるんですけど、ファイボだったらファイブザップとかしないといけないんで、これメガ来たら速攻ファイブ打ちます。オッケー、なんかアイスエイズのこのよくわかんない範囲と、あのメガゴって基本ファイブザップで死ぬんですよね、相手のメガゴ、まあ自分のメガゴもかファイブザップで死ぬんですけど、これの時はまあザップがないんで、でも結構ファイブプラスのミリ残り攻撃で結構処理することができるんで、さっきみたいにメガゴさえ処理してしまえばこっちの対空がね相手処理できないっていう場面になって、結構いい感じになりますね。そう、相手のメガゴさえ飛ばすと結構対空が相手少ないんでね、まあ、エレキとメガゴしかないんで、ファイブプラストルネ、トルネ5だったら微妙に残るかな、まあ、トルネ5アイスピとかその辺でしっかりメガゴとかをね処理してあげていくと、相手からしたらね対空高回転メガゴがめちゃくちゃ辛いんで、しっかりこの空マウントですね、しっかりメガゴ対決で絶対に勝つように意識してあげると、相手はその分、ね、メガゴに対してニットを下さないといけないし、こっちはメガゴでねしっかり相手のリコー処理できるんでね、ぜひメガゴを残すように意識すると結構いい感じにいけるかなと思います。というわけで、いやマジでめちゃくちゃ負けてました。もうなんかね沼って使うデッキがえぐいんですよ。僕なんか頑張ってましたね。ナイトマスケが強いなってなって、ナイトマスケにするんですけど、なんかすごいのにもう負けたり、なんかねロイフグにしたら下で、なんかバルファルチファルチとかもうね、このラバルですねに当たったり、メガナイトスパーギーとかも、ああ、もうロイフで無理ってなって、なんかいろいろ迷走してましたね。いろいろ迷走してました。というわけで、ちょっとね、今、流れがいいんでね、これね、これでちょっと、77ぐらいまでね、必死に頑張っていきたいなと思いますね。また77からのマルチか78ぐらいのね、動画もね、しっかり上げていきたいと思うんで、ぜひそちらも楽しみにしておいてください。今期はね、絶対8000いきます。はい、絶対いきます。なんで、行かなかったら、なんかしたいですね。なんかしろとか、なんかどういう動画出すとか。なんか、バンジーは嫌ですけど。なんで、ね、なんかコメントとかあったら、それでもやろうかなと思います。というわけで、今回はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。では、終わりにしたいと思います。では、お疲れ様でした。